どうも、大悟です。今回の動画はですね、恐怖っていう感情ありますよね。なんか怖いとか、新しいことするのが怖いとか、ね、この人と話すのちょっと怖いんだけど、それはちょっとまあ話さなくてもいいかもしれないけど、まあちょっとね、なんかこう人に話しかけるのがちょっと怖いとか、そういう恐怖感ってありますよね、人間ってね。でこの恐怖感って、やっぱりどうも人間はやっぱりどうしてもこう、恐怖を感じると逃げてしまうんですけど、この恐怖感って実は使い方次第では人生を変える力になるんですよ。というわけで今回はそんな恐怖を使って人生をですね、変えるためですね、方法についてご紹介したいと思います。でこのチャンネルではこういうふうに様々なですね、心理学や科学の知識を皆さんに分かりやすく説明するということをですね、テーマにチャンネルやってますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で今回はですね、ピッツバーグ大学のですね、研究です。これ何かっていうと、恐怖感を使ってですね、人間をですね、変えることができるのかと、恐怖感を使って、なんていうんですかね、人生をいい方向に向けられるのかってことを調べた研究です。まあ、もっと具体的に言うと、恐怖感っていいもんなの悪いもんなのってことをですね、条件付きで実はね、恐怖ってのはいいものになるよってことをですね、明かしてくれたってちょっと変わった研究です。で、これ、まあ具体的に言うと、皆さんほら、お化け屋敷とか行ったことありません？お化け屋敷とか、あとはバンジージャンプ、僕好きなんですけど、バンジージャンプしたりとか、わざわざ自分から怖い体験、例えば、僕はちょっと前に、今も南の島にいるんで、南の島っていうのはまだ変ですけど、ちょっと前にいた南の島では、ここまだ違う南の島なんですけど、ちょっと前にいた南の島では、よくジェットブレードってやってたんですよ。ジェットスキーの後ろにホースがついてて、で靴がついてて、こう空中に浮くみたいなやつやったりとか、実は昨日もちょっとやってたんですけどね、はい、そういうですね、ウォータースポーツとかもやっぱり落ちたりとかひっくり返ったりとかすると痛いじゃないですか。水飲んじゃったりとかして、そういうわざわざ恐怖感がある、恐怖をですね感じることをなんで人間ってわざわざやるのってことをですね、この研究者たちは考えたわけですよ。もしかしてこれってわざわざこういうふうにお化け屋敷もそうですけど、お化け屋敷しかりホラー映画しかり、そういうちょっとリスクがあるウォータースポーツしかり、何でもそうですが、わざわざその恐怖感に人間は向かっていくわけですよ。でこれってもしかしたらその恐怖に関してなんかメリットがあるんじゃないのってことをですね調べたって、ちょっと変わった研究なんですよね。はい。でこれピッツバーグ大学の研究、さっき言った通りなんですが、262人のですね男女を対象にして、お化け屋敷、のですねチケットをですね購入してもらって、でこういう人たちにですね、そのメンタルの状態がお化け屋敷に行ったことによって、ね、恐怖を感じたことによって、何が変わったのかってことを調べたんですよ。で具体的に言うと、お化け屋敷をですね体験する前後にその、参加者の人たちの心理状態をテストして、あとはですね脳をスキャンしたんですね。 EEG ってやつで脳をスキャンしたんですね。でこれでこの恐怖が、ね、人間にどんな影響を与えてるので、その影響はメリットがあるのどうなのってことをですね調べた研究がこの研究になります。で結論から言うと、実はですね恐怖を感じた人たちっていうのは、その恐怖を感じる前前後を比べるとね、恐怖を感じた人たちっていうのは、実はですねメンタルの状態が良くなって気分が良くなったんですよ。でさらに活力も向上して、例えばその恐怖を感じたことによってそれ以外の生活にもですねメリットが生まれたんですよ。新しいことにたくさんチャレンジできるようになったりとか、モチベーションが上がって仕事の効率が上がったりとか、不思議ですよね。でさらにもう一個ポイントがあって、でもその恐怖を感じてねアドレナリンがバンバン出てるから、それでねなんかこうねやる気がですね疑似的に上がってるだけじゃないのっていうふうに思う人もいると思うんですけど、実はですねこれ神経の反応を見てみると、脳のですね神経とか体の神経の反応を見てみると、なんと、これですね、神経反応が低下しておりまして、まあ、簡単に言うとリラックスしたんですね。不思議ですよね。わざわざその怖いものを体験しに行って、で怖いものを体験することによって人間は気分が改善してメンタルの状態が良くなります。でさらに活力が改善していろんなことにチャレンジしたりとか行動できるようになります。さらにリラックス度までついてきちゃうっていうですね。だからつまり恐怖感っていうのは実は気分が良くなるのと活力が上がって、いわゆるこう行動力が上がるのとリラックスももたらしてくるっていうですね、最強の、感情だったんですよ。ただこれここでポイントがあります。でも皆さん怖い体験をしてから怖くなっちゃって、例えば人と話した時にですね失敗したりとか、何かのですね仕事で大きな失敗をしたことによって怖くなっちゃって行動ができなくなっちゃったんです私はっていう人いますよね。これ何が違うと思います？そう、つまりそういう人間が行動できなくなる恐怖と人間の活力が上がったりとか気分が良くなったりとかリラックス度までね改善してくれるですねこの恐怖、何が違うのかって、これ自発的ネガティブ体験で実は呼ばれるものなんですが、これ自分で自己選択で恐怖を体感した場合はメンタルの状態が良くなるし、で活力も上がるしやる気も出てくるってことが分かったんです。だからつまり恐怖っていうのは人から強いられたりとか不可抗力的に恐怖を体験した場合はメンタルが落ちていく可能性があるんですけど、自分からよしやったるっていうふうにですね決めて、この恐怖は自分で選択したんだって思いながら、やってもらうと、こういうことをやってあげるだけで、恐怖感というのは皆さんの味方をしてくれるんですよ。だからつまり、人生をですねやっぱり左右するのってやっぱり恐怖体験っていっぱいあると思うんですよ。自分が何かして失敗するとか、あるいはすごい怖い体験をすることによって人生が変わってしまう人いるんですけれども、この恐怖体験がいい方向に行くのか悪い方向に行くのか、この違いは何かっていうと自分で選
選んだかどうかだけなんですよね。だからどうせ怖い体験をしたりとか恥ずかしい体験をしたりとか、何か新しいことにチャレンジしたりとかしなくちゃいけないんだったら自ら飛び込めって話です。はい、なかなか面白いんですよね、そういう意味で言うとね。だから日々普段からですね、ちょっと怖いなって思うこととかちょっと不安に思うようなことも自分で選択してちょこちょこやっていくのはすごく大事です。逆にこの不安感とか恐怖感から逃げると人生の質が下がってしまったりとかモチベーションが落ちたりとか幸福度が下がるってことが分かってるんですよ。ストレスをですね完全に避けようとすると、実は人間のその人生ってつまんなくなるよって研究とかがあったりとかするので、そういう意味でですね恐怖を味わうことってすごく大事なんですよ。そうで、この恐怖の効果としては恐怖を味わうことで、まあなんでこういうね、ね活力が上がったりとかね、あのメンタル状態が良くなったりとか、ねリラックスとかで、ね、生まれるのかっていうと、これ恐怖がですね実は平凡な生活にですね刺激を与えてくれるんですよ。だから簡単に言うと今暑いじゃないですか、日本の方だったら、多分暑いですよね多分ね。はい、でその暑い時に、例えばそのなんだろう、普通にね部屋の中に入りますよね。そうすると冷房がすごい気持ちよかったことありません、ね、やべえ気持ちいいみたいな、涼しいなみたいな思うことありますよね。あれってでも外が激アツじゃなかったら涼しさの喜びを感じないじゃないですか。ずっと引きこもってたら、あ外に出た時にですね暑さの不快感しか感じないわけですよ。ところがそうじゃなくて、その暑い時があるから涼しい部屋に入った時に喜びを感じるわけですね。だからこの恐怖感っていうのはまさにですねこれを作ってくれるんです。恐怖に耐えたりとか立ち向かった経験があるからこそ日常の生活の、リラックス感だったりだとかありがたみっていうのを感じれる人間はなるわけなんですよね。はい、面白いですよね。そしてこれ自分でこの恐怖体験を選ぶってのがすごく大事で、頭の中で安全だったら分かってるわけですよ。自分で選んだんだから、今別に引こうと思えば引けるし大丈夫だというふうに思えるわけですね。こういうふうに自分でちゃんと選んでだ恐怖感っていうのは、自分のですね頭がですねこれはまあ一応恐怖だけど安全なんだってことを理解してるんですよ。でこういう安全だと理解してる恐怖に触れることでストレスの耐性ができるんですよね。つまり安全なんだけどちょっと怖いからそれにですね体を慣らすことができるわけですよ。だからそういう意味で言うと、まあ、ちゃんとね安全なね、バンジージャンプなんかをやってあげることによってあの恐怖感をですね克服したりとか、だから僕もあのジェットブレードやってだいぶ恐怖感が克服されましたからね。なんかこう水に当たったりとか落ちたら痛いんじゃないか危ないんじゃないかと僕結構心配しようと思うんですけど、実際に自分で選んでやってみるとそうでもないんですよね。というわけでぜひ皆さんもですね恐怖体験大事にしてみてください。ポイントは自己選択することです。自分で選ぶこと、うん、巻き込まれて恐怖を感じるってのは一番良くないよね。いやどうせやるならば、ねあのね、毒を食らわばさらばでもの精神ですね飛び込んでみるというのがよろしいかなと思います。ぜひやってみてください。で今日はですねそんな、人生を変えるためのですね恐怖の扱い方についてご紹介したんですけど、結構ね実は人生を変える方法っていっぱいあるんですけど、もう一つですねポイントとしてはですね性格をですね、どう扱うのかってこともですねポイントになってきます。自分の性格を変えようと思うのも、まあ、もちろんある程度は変えられるんですけど、それよりかは自分の性格を受け入れてしまった方が人生が大きく変わるってことがですね実は分かってるんですよ。さっき言ったみたいに恐怖を自分で選ぶかそうじゃないかってのだけで人生が変わるように、性格に関してもですね本当に簡単な方法で、自分の人生を変えることができます。今日はですねそんなやり方を解説してくれているですね性格に関する心理学の本を一冊ご紹介します。今日の、おすすめ本は番組タイトル下の説明欄からどうぞ。自分の価値を最大にするハーバードの心理学講義という本がですね番組タイトル下の説明欄の方におすすめの本として紹介されてますので、ぜひチェックしてみてください。で今日の次の動画なんですけど、本当に人生変えたいと、自分の性格をがっつり変えたいと、例えばメンタルの状態を変えたりとかやる気アップさせたいとかですね、何か新しいことにチャレンジですねできない、自分の人生をどうにかしたいというふうに思う方はですね、最短でやりたいんだったら超きついですけど6週間で変えられる方法があります。というわけでそんな方法をですね、今日の続きの動画で解説したいと思います。本気で人生を変えたい人だけのものです。はい、だからちょっとやってみようかなって人がいると多分挫折しますんで、本当に変えたいと思う方はやってみてください。今日の続きの動画は番組タイトルの説明欄または YouTube のコメント欄の方からどうぞ。今日の続きカリフォルニア大学式6週間人生改造プログラムということで、これ何かというとカリフォルニア大学がですね明かしてくれたたった6週間でおそらく多分さまざまな研究の中でもこんなに効果が出てる研究もないし、こんなに短期間で人生が変わる方法もおそらくないと思います。僕が知ってる方法の中で最も短期間の人生をですね根本的に変える方法です。このカリフォルニア大学が見つけてくれた6週間のですね人生改造プログラム、解説してますので、ぜひですね番組タイトルの説明欄または YouTube のコメント欄の方から続きの動画をどうぞ。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。